皆さんこんにちは、岡本良樹です。今日はですね、衝撃的なタイトルから始めさせていただこうと思ってます。ブスコンテストのおすすめというタイトルになります。ある僕が尊敬している先生の言葉なので、僕も最初聞いた時はですね、ものすごいショック受けたんですよ。なんてこと言うんだと、とんでもねえことだと思ったんですけど、僕ずっとこれ採用させてもらってまして、かなり気に入ってるんです。で、皆さんにもそのどう伝えていいものか悩んでたので、この言葉のまま言っているかどうかとか、他のいい言い回しは見つからへんもんやろかとか、いろいろ考えたんですけど、やっぱり思いつかなくてですね、まさにその通りという表現なんですね、ブスコンっていうのが。なので、皆さんには今回ですね、勘違いを恐れずにブスコンテストの勧めという言葉でお伝えをさせていただこうと思っております。一般的にミスコンというとですね、ミスユニバースとかミスワールド、ミスインターナショナルみたいなのがあると思うんです。その中で優勝者が決まります。皆さんも僕と同じ感想を持ったことがあると思うんですけど、今年のミスインターナショナルこの人がマジでっていう、まあ、すごい僕の趣味の話からさせてもらうと、僕のイメージとちゃうやんっていう、この人じゃないやろ、他に何でも可愛いのおるやんっていうふうに僕は思ったことがありますと。皆さんもあると思ってるんですよ。どうですか？あるでしょ？あるんですよ。これそれが立派な審査員たちが公正な投票をもとに選んだ人ということになるわけです。もちろんその僕はその人たち の知性とか振る舞いとかっていうの見てなくって、ダイジェスト版のニュースだけ見てるんで、その人の顔とスタイルだけを見てるわけですよ。ですから本当のその人の知性とかその人全体のいいところっていうのは僕は見れてませんよ。見れてませんけど、えって思うんですよ。少なくともビジュアルっていうのも大事にしてるんじゃないかなと勝手に思ってたんです。ミスインターナショナルこれ、ミスユニバースこれなの、ミスワールドこれなのみたいになると、僕ねまあまあへこむわけですよ。あれって僕の感性が世間とずれてることにがっかりしてしまうってことです。ありゃ俺ずれてるわっていうね、まあ、それはまあ残念な話で、これは僕の趣味の問題だからいいやんけど、皆さんに感じてほしいのはそこやなくて、皆さんもずれてませんかと。皆さんも思った人と違う人がミスなんちゃらに選ばれたりはしてませんかっていう、つまり本当にそれが選ばれていい人なんですかっていう、選び方に問題ないんですかっていうところに話は持っていきたいんです。選び方を変えるとみんなが納得する美人がミスなんちゃらに選ばれますっていう話なんですよ。ミスコンっていうのは自分の思う一番可愛いと思う子に票を入れます。ブスコンテストは自分の思うこれはないわ、君は違うわっていう、これゲームの話なんですよ。これゲームの話なんで、一つのゲームの中の一部のアイデアのところで、これはどうするって言った時に、こうでもいい、ああでもいい、そうでもいい、これでもいい、あれでもいいっていうふうに言いますよと。アイデアいっぱいありますよ。その中で、じゃあどれが一番嫌なんって聞くってことです。これはブスコンです。どれが一番ええと思うっていうのをいつも皆さん聞いてはると思うんですよね。そうすると、さっきのミスなんとかみたいになるわけです。僕は好きやけど、もう一つ嫌なってやつも出てくるってことですよ。ところがですね、どれが嫌なんていうふうに投票して、誰もが嫌じゃない、つまり投票されなかった票は嫌じゃないんですよ。プレイヤーの移動速度、ブワーッと何種類かあります。どれは嫌、いやこれはもう早すぎ操作で、これは遅すぎたるいでさみたいな、いろんな操作があると思うんですよ。移動速度だけですよ。移動速度だけでもブスコンする、そしたら自分らが思ってる嫌じゃない速度になるわけです。これを言ってます。これをブスコンで票を集めたやつは落とす。前の動画でも言ってると思うんですけど、不満点から解消するの、不満点がなくなります。で、自分にとってすごくいいアイデアっていうのと、他の人にとってすごいいいアイデアっていうのは、その最大公約数的に被ってくると思うんですね。円と円が被ってくるんですけど、その全部が被ってればいいんですけど、被ってない時は不満点になるんです。不満点が多いとその人のゲームをやめると前言ったと思います。前の動画で見てください。その不満がないようにするにはどうするのって言ったら、アイデアをチョイスする時点でいろんなアイデアがある中でブスコンをするんです。みんなが嫌だって言ったアイデアは外す。外すと何が起こるかって言ったら、嫌がらないアイデアが残る。嫌がらないアイデアが残るってことは誰からも不満を言われなくなる。ゲームの肝になる部分もあるかもしれませんし、細かいところがあるかもしれません。ですけど基本このブスコンを採用してください。何にも尖ってない面白みのないアイデアになるって方もおられます。でもやってみてください。商品としてはですね、とっても不満のない安定して長く売れる商品になると思います。僕はゲーム屋さんなので、
さすがにそれだけではうまくいかないので、なかなか尖ったところとかも用意してますけど、尖ったところって皆さん言うんですよ。自分のアイデア採用したいから、尖ったところが多ければ多いだけ最大公約数はちっちゃくなります。なのでどうしても尖らしたいんだったら1箇所、また2箇所で、それ以上とんがるとですね、ファン層がぐっと減ります。パイがちっちゃくなったところで勝負するのはしんどいかなと僕は思っています。世界一の売り上げが欲しいとか、ものすごくみんなに認知してもらいたいとかっていうのであれば、できるだけ多くのパイに向かって商売をした方がいいと思っています。ニッチな商売の方法もあるんですよ。あるんですけど、まあ、今回はそのできるだけ大きなパイを取るための方法としては、ブスコーンをやって誰にも嫌われないアイデアを採用していくっていうのが最善の策ではないかと思ってますっていう。これでもね、25ぐらいの時ですから、34年前、大昔に、ある先生に教わった言葉で、その時には衝撃を受けましたが、皆さんもですね、ぜひブスコン、自分たちのアイデア、会社の中でたくさん選択肢があるんだっていう時は、ブスコンの方をですね、ぜひ実施していただいて、不満の少ないゲーム作り、製品作りを心がけていただけたらなと思ってます。まあ、こんなことを伝えたかった今日は。うん、じゃあ、皆さん今日はここまでです。バイバイ。全然ウソッキーなんだよね。今いきなりビールを3つ注文したんですけど、さっきグラスがない、こんなサイズでグラスないわけないですよね。